ジャッカルです。元井ジャッカルです。今日はこれ、18金カレーしっとりせんべいというのをいただいたので、おやつで食べていこうかなと思ってます。辛いけど旨味もあると、あのレトルトがカレーせんべいになったと書いてます。で、内容量 32g って書いてますね。 32g なので、この前やった、グレートカレーデビル、あれが 180g だったので、重さ的には大丈夫かなというので、匂いはいい匂いしますね。カレー濡れせんべいみたいな感じです。ちょっとこれ、グレートデビルの恐怖からまだ抜けきってないので大丈夫かなっていうのがありますけれど、それではいただきます。うん、濡れせんべいのカレーせんべいという感じですね。味は美味しいと思います。辛いけど甘みもしっかり感じられますね。こういう感じですね。ごちそうさまでした。うん、量的にはこれぐらいやったらいけるかなと、問題ないかなっていう、ちょっと今頃になって口の中が、辛みというか痛みというかが出てきたなというところですね。それでは、また、よろしくお願いします。今日は、18金カレーしっとりせんべいの巻でした。それではまたのごひいきを。ジャッカルでした。